どうも、マリアです。今回は前回ご好評いただきましたこちらのふわふわワンピースみたいな着物の着付けのなんかまあ別バージョンというかコーデ違いバージョンになります。完成形はこちらです。まあね、こんな感じでこのコーデもね結構好評いただいてたのでご紹介しようかなと思う次第です。先にね要点だけ伝えてしまうと、まあ、考え方は分かると思うんですけれども、まあ、袴も箱など同じ原理だっていう、これねめちゃくちゃ簡単なので皆さんぜひやってみてください。では早速やってみよう。おう、はい、では始めていきたいと思います。中に着るものは好きなものを着てください。ただちょっと後で理由は分かるんですが、中に着るものは結構タイトめなものの方がいいです。なんかこうまあブルゾンチームみたいだなって思ってる人はスルーしてください。タイトの方がいいっていうことです。着物はね、お好きなものどうぞ。着物のお詳しい方はそれ一人じゃねえと思ってらっしゃるかもしれませんが、まあ、ウールなんでね、ここは大丈夫です。まず普通に着物着るみたいにいつも通り着てください。これ今回ねマジで簡単なん で丈に関してはまあ自分がその後着るロングスカートにもよりますが、ね、今回はね非常にアイテム数少なくしております。毎回言うことですけども、私のが世の中にいろいろある着付け方法の一番シンプルで一番安易で簡易的なものなんだろうということをお分かりください。いつもこれ言いますが、一度結びまして、左右これグリッとやりまして、一回ね赤をどちらに通してください。はい、で両結びなりをいたしましょう。この時ね真ん中じゃなくてなるべく真ん中を避けて、そして腰骨の上ぐらい、まあ、ないし、まあね、ここら辺にされるという方もいますが、そういう方は、ね、中に補正をしている場合が多いです。補正してるとね、ここら辺にしても欲しくないんですけど、私はあまり補正しないタイプなので、補正しない人は腰骨、上ぐらいにしてあげるといいかもですね。はい、ね、ね、いつも言ってる、ね、宮津口からこの宮津口から手を入れて、ベストコースを綺麗にします。よろしいですかね。で、ここね、襟元。ね、背中についても、こう、ビビッと、自分の好きな角度にしてください。で、ここで、まあ、いつも言ってます。今日もね、概要欄に載せておきますが、私が一番簡単だと思ってる着付けの方法、こちらご覧いただいてもわかりますし、前回の、ふわワンピでも分かりますが、とにかく胸元のここがね崩れない何かをしてください。これね、私何かって言いますと、これ全部が骨になってる、腰痛持ちの人とか分かると思うんですけど、ビヨーンって伸びる腰をね、骨盤を安定するためのやつなんですけど、このロングスカートをね、合わせていくことになるわけです。ので、その時に、まあ、最悪ここから見えても違和感ないもの。まあ、見えないのは前提なんですけど、だったら何でもいいです。とりあえずここがしっかり収まっている。で、今回は、ここから下見えませんので、はい。ここを気にしなくていい。で、なるべくただ、ブヨブヨしてない方が、これ着た時もこうふよふよしませんので、それだけは注意です。でね、着丈に関しても、例えばこのスカートの下から見せたいのか見せたくないのか、それで自分で変えてください。この中にじゃあスカート履いていきましょう。もうね、全部開けちゃいます。なるべくロングスカート、自分が持ってあるロングスカートでいいんですけど、私はこういうこれ本当に全開きするタイプをおすすめしてます。これなぜか後でわかります。ね。
で、はい、自分がお好きな位置に持ってきます。はい、ボタン閉めます。で、ここがチャックの人もいるでしょうし、いろいろでしょう。で、私はです、これ好みですよ。これ全部閉めてもいいんですけど、全部閉めたらこれ普通にスカートの中に着物着てますので窮屈になります。なので私はボタンだったらここまでないし、もうちょっと開けてもいいかな。これはもうバランスお好みです。好きなところまでのボタンね。ボタンを好きなところまで閉めましょう。オープニングとメガネ変わってるなって思われた方はよく気づきましたね。どうでもいいです。はい、私はこれにこうサスペンダーをつけた方がバランスがいいかなと思うのでつけてみたいと思います。とかでも可愛いと思います。はい、できた。すごいイラッとする言い方してしまいましたが、できました。これだけです。ね、これでこう歩くと、ほら、チラリズム、チラリズムして可愛いと思いませんか。なので私はここ開けとくのもありだと思っています。後ろはピッ、こんな感じです。はい、表とかは好きにしてください。できたー。はい、ということでできましたね。今日超簡単だったでしょう。はい、ね、こんな感じでシャツ合わせて、まあ、普通のロングスカートに、まあ、前焼きのねロングスカートにサスペンダー合わせております。で、中には、まあね、今の時期に大丈夫なプールの機体も今着ております。ね、こんな感じで、ね、あ、先ほども言いましたが、ここあえて開けて歩いた時にこちら面するのも可愛いなと思ってます。こちらも見えてるのかな、ちょっとスリット入ってるのでそれも可愛いと思ってます。はいね、これ見えるかな、ここ空いてることでね、こう座るのも超楽ですしね。皆さんもぜひよかったら真似してみてください。まあ、原理としては袴と一緒なので、袴用のね、あのここら辺に切れてるあの着物とかもあるんですよ。なのでそれをお持ちの方はね、それ活用していただいてもいいと思いますし、まあ、洋服と合わせるんだったら、うん、まあ洋服っぽいものの方が合わせやすいかもしれないですが、まあ、そこはね、おのおのお好きなものをご用意ください。ということでね、参考になったよという方はグッド評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。